何しに来やがったこのバカが。この10年間俺はこの店でブラックコーヒーを飲むのが日課だったのに、今日はそのブラックになぜか砂糖が入ってた。たっぷりとだ。だからケチをつけに戻った。さあみんな銃を捨てろ。何だと。俺たちに見つかった以上逃げられんぞ。俺たちって誰で。スミス&ウェッソンと俺さ。肝炎症でノーカットでお楽しみいただきたいと思います。でこのダーティーハリー4という作品、このクリント・イーストウッドはこの大スターであるだけではなくて、この監督としてもこの第一級の仕事をずっと続けている。そのクリント・イーストウッドが初めてこの自分のダーティーハリーを自分で演出した、まあ、こういう点で大変注目されたのと、それからもう一つこのアメリカ映画で活躍を続けておりますソンドラ・ロックという女優さん、この人を初めてこのダーティーハリーのこの共演者に迎えまして、まあ、共演というよりむしろ主演という重要な役を与えて、まあ、彼の恋人ともこう言われているわけなんです。実を言いますとこのアメリカの人気男優っていうのは、まあ、例えばそのチャールズ・ブロンソンにおけるジル・アイアランドとか、それからあのシルベスター・スタローンのこのブリジット・ニルセンとか、まあ、人気が出てくるとこの自分の愛人をご同伴でこうスクリーンへこう登場するわけですけど、その中ではさすがにこのソンドラ・ロック際立って優れておりますね。この人あの17歳の時のデビュー作アイスレド心寂しく、もう本当に心に染みるような傑作でございました。この時のイメージがもうきりと今でもこの蘇ってきます。さあそれにしてもここでのこのクリント・イーストウッドの強さ、まあ、彼愛用のいつものこれ44マグナムというこれを持って登場するわけですけども、このクライマックスではさらに強烈なガンプレイをここで見せてくれるわけです。どうぞ存分にお楽しみ願います。担当者のキャラハン警部が例によって証拠りもなく本件の被告ホーキンスを正当な理由がないのに逮捕し拘留したからで。さあ撃て、相手になるぜ。これは別になんとも思わん。頭に来るのは一つ。なんだ。見てるだけでムカついて我慢ならんのは。追っ払うためですか。キャラハン、お前のためを考えて言っとるんだ。しばらく現場から遠ざかってる。さあどうする。弁護士を呼んでやろうか。俺たちの領分に口を挟むんじゃないぞ。どうだ、分かったか。はい所長。何年も前よ、遊歩道の下で思い出した。あなたは土地のおまわりさんには見えないけど、違うの。違う。じゃあどこ。サンフランシスコ市警の殺人課のものだ。いつもダーティーハリーが使っておりますこの44マグナムという、あれはあのこう直径が1センチ以上もあるこのピストルの弾丸、大変なパワーで人を撃つよりむしろ車を撃つような弾丸なんですね。ですからあのパワーが強すぎて今まではこのリボルバー型の拳銃にしか使えなかった。それをなんとかこの自動拳銃に使いこなせるようにしてしまったのがこのクライマックスでダーティーハリーが使ったあのピストルであるわけです。